こんばんは、レレバントニュースです。コロナウイルス感染者数ピークアウトへ。中央流行感染指揮センターによると、6月22日新型コロナウイルスの域内感染は5万2000人を確認したと発表しました。5月下旬には9万人に達していましたが、現在は台湾全域で感染者数が減少しており、今後顕著な減少が見込まれると述べました。エバー航空、チャイナエアライン、航空券6月末まで完売。エバー航空は6月15日からの水際対策の緩和で、海外から台湾へ入国する渡航者の隔離が3日間に短縮されたことで、航空券の予約が急増し、1週目の割当分は売り切れたと明かしました。チャイナエアラインも6月末までの割当分が売り切れたとのことです。スターバージョン花火大会、7月30日開催へ。毎年台北市のダーダオチャンで行われている花火大会が今年も7月30日に開催されることが決定しました。この花火大会は旧暦の7月7日のバレンタインデーにあたるイベントとして行われており、多くの市民が夏のイベントとして楽しんでいます。以上、ナルバンドニュースでした。